よし、やるか。どうぞルーシーさん、選手の控室はこちらです。うほー、鎧つけるぞ。わ、これもいいな。見ろ、あれは海賊貴公子。しかしなんて美しさ。係の女たちが全員倒れていくぞ。そこの君、あまり防具をつけすぎるなよ。重量制限がある。僕の名はキャベンディッシュ。君は何者だ？俺はルフィ。あ、ルーシーだった。紛らわしいな。本当に君が麦わらのルフィだったら今ここで殺していたよ。え、なんでだよ。3年前、新世界に現れた美しきルーキーことこの僕に世界中がざわめいた。それがどうだ、わずか1年後湧き出てくる後輩のルーキーたち、最悪の世代が獅子奮迅の大立ち回り。記者たちはもう僕に見向きもしない。だから殺すんだ。そうか、じゃあな。おい、まだ話は終わってないぞ。めんどくせえやつだったなあいつ。あ、なんだこの銅像。その人に興味ある？誰だ？レベッカ、検討しよう。それは伝説の人、コロシアム史上最強の剣闘士だけど、この国中の誰も彼のことを知らない。はあ、わかんねえ話だけど、俺は好きだぞこの銅像。男らしくて。私も好き。そういや、剣闘士ってことはお前も出場すんのか？うん、私優勝商品のメラメラの実の能力を手に入れて。ミンゴ？一回戦終わった時、お互い生きてたらいいね。おい、俺の目は節穴じゃねえぞ。いくら変装しようと、俺の経歴に傷をつけた野郎の顔は忘れねえ。麦わら。あ、お前はマロベラミーだ。彼は海賊ハイエナのベラミー。かつて空島へ立つ直前のルフィと戦い、その後ベラミー自身も空島に到達。ドフラミンゴに莫大な黄金を持ち帰ることでドン・キホーテファミリーでの立場を得ていた。そう、ベラミー、なんでここに？メラメラの身に興味はねえが、優勝すりゃファミリーの幹部に昇格できる。ドフラミンゴはガキの頃から俺の憧れの海賊だった。やがて来るでかい波を越えるために俺はドフラミンゴの船に乗る。麦わら、もうお前を笑わない。麦わら？もし本物の麦わらのルフィならば、君の命は僕がもらう。
取らせねえでよ。こっちの方が根が深い。そうか、君もか。だが僕の獲物だ。驚いた。ここまで強いなんて。何者だあいつ。キラキラほれぼれするぜ。名を隠しても人気を取るか。終わったか。覚悟しろ麦わら。今倒してやる。言ったはずだね。お前には取らせねえ、キャベンディッシュ。こんなところで暴れないで。誰か二人を止めて。さあ見てくれ。僕の人気を取り戻すためだ。諦めておとなしく切られろ。やだ、切られてたまるか。待て、まだ勝負はついてないぞ。僕は最悪の世代を全員消すんだ。けど俺今急いでんだ。アンシー、こっちを逃がしてあげる。ついてきて。ここまで来ればもう大丈夫なはず。ありがとうレベッカ。そういやお前、おもちゃの兵隊に育てられたって本当か。そう、兵隊さんはたった一人の家族だった母を失った日から私を育ててくれた。ずっとそばにいてくれて、何度も何度も守ってくれた。へえ、あのおもちゃが。私の一族はかつてドレスローザを治めていた王族だったの。私も王族の血を引くからと捕らえられて、今は囚人剣闘士としてここで見せ物にされてる。なんだそれ、ひでえ話だ。兵隊さんは私たちみたいな人を解放するためにドフラミンゴを撃つ準備を進めていたの。そして今日、兵隊さんがドフラミンゴに決戦を挑むって。彼は自分の命と引き換えにこの国を滅ぼす気なの。もう守られるだけじゃ嫌なんだ。今度は私が兵隊さんを守りたい。兵隊さんが死んじゃう。レベッカ。えい、 A ブロック勝者はバルトロメオ。さあ次はC ブロックの試合です。試合が始まる。決勝で会いましょう、ルーシー。おう、頑張れよ。
ルフィ、どこだ。ゾロ、ヒエモン、どうした。スロー殿がドフラミンゴにやられた。それだけじゃねえ。海軍大将がドフラミンゴと組んでる。おかげで町中海軍だらけだ。急がねえとまずいぞ、ルフィ。無事か、お前ら。サンジ、そっちはどうなってる。順を追って話すぞ。まずドフラミンゴの王位放棄、あれは真っ赤な嘘だった。俺たちは初めからドフラミンゴにはめられてたんだ。交渉は決裂、トラオはドフラミンゴと戦うことになった。それでトラオをやられたのか。今私たちはトラオの指示でシーザーをドフラミンゴから遠ざけるためゾーンへ向かっているの。分かった、トラオは俺たちが必ず助ける。お前らは先にゾーンに向かってくれ。メラメラの実、誰かに取られるのは嫌だけど仲間の命には変えられねえ。俺たちはドフラミンゴをぶっ飛ばしに行く。よし、さっさと殺しちゃうから出てこい、ルフィ。ゾロゾロ、そちらではござらん。あ、でもコロシアムの出口どこだ。早くトラオを助けに行かねえと。出口どこだ。はっ、ジョーカーが麦わらを俺に殺せって。ドフィーも甘いな。優勝を逃した男にまたチャンスを。大会が終わるまでに肩をつけろ。それで晴れてお前もファミリーの幹部だ。くそ、出口どこだ。待て、久しぶりだな、麦わら。あ、チャンピオンのやつ、なんか用か。うん、そこにいるのか、麦わら。黒ひげか。そうさ、久しぶりだな。じゃあ大会に出場中らしいな、ルーシー。だがメラメラの実はうちのバージェスがいただく。まるでエースが俺の仲間になるようで嬉しいぜ。エースの力はお前らにだけは絶対渡さねえ。ぜあ、おい、マジス、麦わらを見極めるいい機会だ。任せてくれ、船長。存分にぶちのめしてやる。リーメラメラの実はいただくぜ。早くあの能力を使ってみてえな。バズーカ、ゲンナ、お前らには渡さねえと言っただろ。頼むぞ、バズーカ。俺がチャンピオンだ。これで終わりか。邪魔者はいなくなった。そんなことしてる場合じゃねえのに。あ、テラミーだ、ちょうどいいや。ストップ、ロケット。ベラミー、お前に聞きたいことがあるんだ。お前の用なんて知らない。俺と戦え、麦わら。やっと、まずいか。はっ、オーグライフル、マゴム。俺はもうお前を恨んじゃいないが、ドフラミンゴに認められるためだ。ベラミー、どうしても戦わないとダメなのか。ベラミー、どっちかが倒れるまで勝負は終わらねえ。ゴゴムのエガンドブラズーカ、大会優勝も暗殺も失敗してこのざまか。俺は何も変わらねえな、みっともねえ。いや、変わったよ、ベラミー。
麦わら暗殺に失敗したらしいな。あんたには消えてもらう。ディアマンテ様の指示だ。悪く思うな。騒ぎになるとまずい。そろそろ退散するか。どうせお前らはここから出られないんだ。ベラミ、悪いけど俺急いでんだ。外に出てんだけどよ。このコロシアムに出口なんかねえよ。どういうことだ。お前ミンゴの部下だろ。なんか知ってんじゃねえか。頼む、仲間がやべえんだ。俺は今から外へ出る。ついてくりゃお前も出られるかもな。そうか、ありがとう。連れてってくれんだな。お前が勝手につけてくりゃ偶然そうなるって話だ。俺にもドフラミンゴに通すべき筋がある。裏切れねえ。わかった、じゃあつけてく。ルフィ先輩、メラメラの実は俺が必ず手に入れてあんたに届ける。安心して外さ出てくんだ。ドフラ、あんたに憧れて海さ出た。未来の海賊王のお役に立てるなら本望だべ。そうか、それなら助かる。メラメラの実はお前には渡さねえぞ、麦わらのルフィ。
何者だ、ルフィ先輩に気安く声かけやがって。俺だよ、ルフィ。おい、お前、俺はルーシーだ。見ろ、このヒゲ。変装したくらいで弟の顔がわからねえわけねえだろ。弟？あのな、俺を弟と呼ぶのは死んだエースと、もっと昔に死んだ、死んだ。サボー！嘘だ！昔エースとお前と三人で杯を。サボー！なんだよ、一体今までどこにいたんだよ。死んだだと思ってた。ありがとな、ルフィ。生きててくれて嬉しい。でもサボ、俺は目の前でエースを殺されて。ああ、エースは死んだけど、お前だけでもよく生き延びてくれた。俺は何もできず、二人の兄弟を失うところだった。お前まで死んでたら、一人ぼっちになるところだった。ありがとう。生きててくれてありがとう、ルフィ。メラメラの実は俺が食っていいか？それがいい。それしかねえ。Shit.